皆さんおはようございます。おゆきチャンネルのおゆきです。6月11日八頭級と挑戦任務、クリアさんこれ見ていきましょう。編成は有流チェーンを中心とした攻略です。 S さん特化さんその他のオペレーターは好きにね代用可能だと思います。オペレーターを順番に配置していきます。番号振ってるんでね、その通り置いてもらって、ここの攻略なんですが、有流チェーンがいない時、前回前々回っていう風にもね出入りで登場してきて、あと工場マップでも使われたステージなんですが、結構その術師なんかが厄介なので、スルトで、スルトの無敵で、ご利用しちゃうっていう攻略をよく私は使ってきたんですが、今回はチェーンですね。結構この攻略動画出すのを楽しみでしたね。ショート動画でちょっと一部紹介してたんですよ。で、その時に結構反響がありましてね。サルガズ突撃兵が出てきた時に、グラベルを配置して、チェンのスキルを仕掛けます。そしたら、保証に当たって、全員こう歩いてくるので、巻き込んで倒しちゃいます。こんな感じですね。呪術師も巻き込んで倒します。で、ここの突撃兵も巻き込んで倒して、もうちょっとで、サルカズの魔剣士が出てくるんで、ここも巻き込んで倒しちゃいます。で、保証も倒してスキルストップ、下のバーとね一緒にしてます。スキルのタイミング、ショート動画出した時にいろいろな意味でね、チェーン大丈夫かみたいなね、チェーンぶっ壊れみたいな、そういういろんなコメントがねありまして、ちょっと反響がありましたので、この動画ようやく出せるかっていう感じですね。ただこの攻略は通用しない時もありますからね。タグによっては。で、突撃兵の攻撃でクーリエ死ぬんですが、クーリエはね、最後にまた使います。差し込み役というか、おとり役として。で、ここで、突撃兵が2体ぐるぐる回ってる時ぐらいに、チェンの2回目のスキルを発動します。で、こう発動しておくと、残りの雑魚敵とか、軽く処理できるんですが、停止のタイミングは下のバーなんですけど、クラッシャーが出てくるじゃないですか。そのクラッシャーを倒したら停止したいですね。この真ん中歩いてる重装兵は別にスルーしても大丈夫です。残り耐久値2あるんで、1減っても大丈夫ですね。ここで運よく、チェンのスキルがこう弾薬余ってたら一緒にね、この重装兵も倒したらいいんですけど、ちょっと足りない場合は OK ですね。足りない場合はぐるーっと回って、ゴールインするだけっていう感じです。で、ここまで来たらもうクルースとかメランサいらないんで撤退しておいて、撤退しなくてもいいんですけどね、別に入れといてもいいです。で、この辺になったらグラベルとクーリエをおとり役で配置しておきます。そしてチェンのスキル発動、はい、こんな感じでねチェンのスキルを仕掛けておくと、ちょうどサルカズが歩いてくるので巻き込んで全員倒しちゃうっていうクリアになっております。ではまた明日の朝4時にね、会いましょう。4時に起きてる人そんなに、結構いるよね、4時に起きてる人。いや、さすがね、皆さん優秀なドクターです。ご視聴ありがとうございました。